はい、皆さんこんにちは。こちらはモスクワへようこそのガリーナです。今私は旅行でサンクテルブルグに来ました。でこちらは友達のリューバーです。リューバーはサンクテルブルグに住んでます。よろしくお願いします。リューバーは生まれたのもサンクテルブルグですね。はい、そうですね。でも生まれた時は町の名前はレニングラードでしたよ。まあそうですね、レニングラードはサンクテルブルグより安いし、あとなんかソ連の時にはもっと人気でしたね。じゃあ今日話したいのはモスクワとサンクテルブルグの違うと似ていることについてお話ししたいと思います。モスクワもサンクテルブルグもなんか2つの首都と言われてますけど、サンクテルブルグは北の首都と言われてます。文化の首都です。そう、文化の首都とかで、モスクワはなんかビジネスの首都と言われてます。でもこれの以外、この以外は他になんか何が違いますか、何が似てますかって、ちょっとこれについてお話したいと思います。じゃあ最初はなんか似ているところは、両方の町は首都でした。サンクテルブルグは18世紀19世紀は大体200年首都でした。だからその時結構建築のスタイルもなんかクラシックとかバロッコとかのスタイルが多いですね。でピテルブルグに初めて来たら、あ、なんかヨーロッパっぽい街と思います。モスクワに来たらやっぱりクレムリンとかこういう歴史的な建物は15とか16、17世紀の建物が多くて、あ、なんかとても古い雰囲気とかもなんかあります。でも現代的な建物も結構あります。サンクテルブルグはだいたい18、19世紀の建物ばっかりです。センターのことなら、とルバーもモスクワに行ったりしますね。じゃあモスクワに着いたらどういう、なんか最初は どんなイメージですか、どんな感情ですか。私は実はモスクワに何回も来たことがあります、でも最初はモスクワは全然好きじゃなくて、結局何回も来てからとても好きになりました、でも一番最初の印象はね、モスクワの人は歩くのが早いですよみんな賑やかで時間がないみたいですね。いつも急いでますね。はい、いつも急いでます。サンクト、私はサンクトの人ですから、ちょっとこんなことはサンクトにはあまり見えないですよ。そうですね、なんかみんなもっとゆっくりですし、なんかコーヒー飲んだりとかリラックス本を読んだりとかで、地下鉄にもなんか入るときはマスコならみんなあれ階段走ったりしますね。はい、下も上の方もずっと歩いたりしますねそうそうそう。でサンクペテルブルグは多分階段がもっと深いですから、あまり走る意味がないんですね、はい、大体2分3分ぐらいかかります。そう、下に下がる、ところで、なんかサンクペテルブルグのアドミラルティスク駅のエスカレーターはロシアの中で一番長いです。そうです。すごくなんか、階段に乗ると終わりが見えない、なんか光が見えないぐらいですとても長いです。だからその中でも走る意味がなくて、ただ本を出してなんか本を読んだりしてとかこんな人が多いですね、サンクタにはやっぱりはい、でもサンクタにはみんな歩く下がる時も、いや下がる時は歩いていく人がたくさんいますが、ちょっと登る時は歩く人はあまりいないですよね。無理ですから、無理ですよ、超長い、疲れるでしょ。はい、そうそう。でもモスクワにはみんな下も上にもずっと歩いたりしますから。そうそう、ちょっと慣れてないですよ。あとはモスクワの地下鉄の電車もなんかもっとよくなんか走ってます。なんか1分とかなんか90秒とかずつ走ってますけど、サンクペテルブルグは確かにもっと長いですね、はい、そんなによく走らないから、だからやっぱり走っても電子に間に合うと限らないから、だからちょっとなんかゆっくり待ってた方がいい。待つしかないですね。そうそうそう。サンクト人はもう慣れました。そうそう。ずっと待ってます。車すごく多いです。モスクワは渋滞はひどいですよ。うん、サンクトペテルブルグは渋滞はそんなに、まあなんかそんなひどい渋滞を見たことないんです。ちょっと朝まだ多い。モスクワは朝でも昼でも昼でいつも。いつもひどい時代ですから、はい、でもサンクトはなんかセンターに着いたら
もう大体なんか観光のポイントとか大体全部なんか歩いて行けますけど、モスクワはちょっと無理です。なんかクレムリンと広場はセンターにありますけど、スズメが丘とか、アルバート通りとか、まあなんか歩いてでも行ける場所がありますけど、すごく疲れてしまいますからまあちょっと難しいですね。私先月モスクワに行きましたよ、うん、4日間ぐらいそこに泊まって、実は一番びっくりしたのは、地下鉄の駅はとても近いですよ。あ、なんかサンクトだと一つの地下鉄駅から次の地下鉄駅まで距離はとても長いですよ。歩きにくいですね。そう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 、うん、まだモスクワの地下鉄の駅は多くて、もう大体どこからでもなんか駅まで、まあ、結構近いんですけど、サンクトペテルブルクにはまだ駅が全くないところも多くて、ちょっと、うん、不便なところもありますけど、あとはそう、モスクワの地下鉄はなんか博物館みたいなところなんですけど、サンクトペテルブルクは、まあ、特にセンターにある駅はとてもなんか厳しいスタイルですね何もなくて、あとは駅に着いたら、なんかマトコニセントの駅ですね、うん、エレベーターの入り口みたいなドアがばっかりで、なんか電車が見えないんですね、なんかドアがたくさんあって、で日本人はこれ見たら、あ、これ自殺のためですかって聞く違う自殺しないでくださいねそう、ロシアにはそんな問題ではないから。ただ私が聞いたのは、センターに川がありますから、この川の水はたまになんか出たりしますから、なんか大きくなって出ますから、でこのドアはなんか水は駅の中に入らないためのなんか、なんか守ることとなんか聞きました。だからモスクワにはそんな問題ではないから、こんなドアもありませんけど、自殺とは関係ないですよ。モスクワの地下鉄ではね、ある駅には外にあるでしょ、ある駅。例えば電車に乗るときは外でも、うん、電車が行くこともありますね。ああ、そうそう、なんか JR みたいな感じ。JR みたいですね。なんか電車みたいですね。うん、でもサンクトにはこんな駅は全くないですよ。全ての電車は下に、そうそうそう、地下に歩いて、うんうんうん。そうそうそう。で、あとはなんかサンクトペテルブルクならどこでもちゃんと英語で何でも書いてありますね。なんか駅の名前とか通りの名前とか。モスクワはまだまだです、ね、ないですよね。私もびっくりしました、うん、私はロシア人なのに、私にもちょっと分かりにくいですよ、うん、ある時は私も間違えてしまいまして、道を間違えてしまいまして、ちょっと迷ってしまって、うん、どうやってこの地図分かるか私にも分かりません、うん、なんか外国人だったらどうしようと思って。そうそう、ロシア語だけで書いてあるんだったらもうすごく分かりにくいですけど、なんでなんかサンクトペテルブルクはヨーロッパにとても近いですから、多分ここの方が外国人が多いかもしれませんね。フィンランドまでだってなんで2時間ぐらい車で。時間じゃなくて多分6時間ぐらい。え、フィンランドまで？はい。あ、車で？車で6時間ぐらい。ああ、それ何キロぐらいいんですか？わからないですけど。私何回も行ったことありますから、車で。ああ、ただなんかこの前サブサン、なんか新幹線でなんかフィンランドに行ったらやっぱり2時間ぐらいでもすごく早くて、そうそう、で4時間後はもうなんかヘルシンキに着きました。でパスポートチェックも全部電車の中でなんか止まずになんかチェックされたので、ええと思って。便利ですね。うん、そうそう、便利です。だからやっぱりフィンランドからもなんかいろんなフィンランド人がピーテルブルクに来たりしますから、で外国人に分かりやすくするためにどこでも英語で書いていますね。モスクワはちょっと少しずつなんか翻訳したりとか、はい、まだまだ、でこれはちょっと不便なところだと思いますけど、うん、でも来年やっぱりワールドカップですから、モスクワにもどこでもなんか英語を載せないと、うん、そう思います。あと人の性格についてちょっと話したいと思いますね、うん、なんかモスクワに住んでいる人とサンクトペテルブルクに住んでいる人は結構違いますね。例えばモスクワに住んでる人はやっぱりモスクワになんかビジネスの可能がたくさんありますから、やっぱりビジネスの考え方の人とか、なんか自分のビジネスを作りたい人とか、やっぱりお金作りたい人とか多くて、
だからロシアからどこからでも人が来たりします。でみんなはやっぱりなんかちゃんと時間を守ったりとかいろんなこと考えたりとか、うん、こういう人が多くて、でサンクトペテルブルクの人はどんな感じですか？サンクトの生活ちょっともっとゆっくりな生活ですから、そんなにお金持ちもたくさんいないでしょ。そうそう、ここよりここなんか給料ももっと低いですし、給料も低いし、はい、ちょっと生活のレベルがもっと低いですから、うん、皆さん慣れました、仕方がないみたい、まあ、ですからなんかビジネスを作りたいならちょっとモスクワに行った方がいいですよ、うん、仕事の機会もモスクワの方がちょっと多いですよ、うんうん、サンクトはなんか劇場が多いだから、そう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 、こんななんていうクリエイティブな、うん、クリエイティブな人がたくさんいますね。そうそう、創造性、そうそうそう、創造性の人、うん、なんか作品を書く人とか、そうそう、画家とか歌手とか、やっぱり音楽の人もたくさんいます。そうそう、なんか人気の歌手たちとかは大体みんなサンクトペテルブルクの、うんうん、のところで、プーチン大統領もサンクトペテルブルクに生まれましたね。そうです、そうそうそう。でいつも私はなんか自分も、サンクトペテルブルクの美術アカデミーで勉強しました。でなぜかなぜモスクワじゃなくてサンクトペテルブルクを選んだかというと、やっぱり美術のことはサンクトペテルブルクならとてもいいです。何でも近いですし、歩いて美術館に行ったりすることができるし、なんか劇場もなんかとてもいいことがなんか見ることができますから、うん、ただサンクトペテルブルクの方がなんかクラシカルやり方をちゃんと守ると思います、うん、モスクワならもっと現代なやり方とか、なんか、うん、劇場にも行ったらなんかよくなんかあんまり分からないこととか見てしまうこともありますけど、サンクトペテルブルクの方がやっぱりクラシカル、バレエとかオペラとか、まあいろいろ有名ですね。そうそうそう、だからサンクトペテルブルクの人は結構大体みんなは劇場に行くのは好きですね。でモスクワの人に聞いたら、とか、まあ1年1回ぐらいとか言って、時間がないですから、ね、時間がないですよ、ずっとお金を作るから、そう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 お金を食べるから、うんうんうん、そうそうそう、結構ありますね。だから劇場より今映画館とかに行ったりしますけど、なんか劇場は、まあ、あまり行かないですね。私の友達は彼女もサンクトに生まれましたけど、今はモスクワで日本の会社で働いています、うん、そして時々休みの日サンクトに帰るときは彼女言ってるのは、あーサンクトの生活は超なんかつまらないみたいですよ何もないみたい、みんな寝てるみたいよへというイメージに変わりましたね、ちょっと頭はまあ実は私もなんかずっとモスクワに住んでますから、この間妹も2年間ぐらいペテルブルクに住んでました。で私はモスクワからちょっと妹の会いに来ると、なんか朝早く起きてバババババとかなんか話はいろいろしてで妹はなんかこうなんかコーヒーなんか朝の11時ぐらいはなんか起きてコーヒー飲みながら、ちょっとゆっくり話してくれませんかなんかさすがモスクワ人ってなんか時間がゆっくりたくさんありますからね、サンクトには落ち着いてくださいって、ね、そういうこともありますから、これ面白い。あとはなんかサンクトペテルブルクの人は自分の家にとか誘ったりするのは好きじゃないですか。好きです、はい、そうそうそう、なんか家に遊びに来てくださいとか、はい、茶を飲みに来てくださいとかって、うん、モスクワなら誘われてもとても広いから、はい、誰かの家に行くのは2時間もかかることがありえるからちょっとまた今度ですねとかみたいな感じ、はい、だからなんかモスクワに友達の家にあまり行ってないんです、うんうん、ちょっとセンターのカフェでとかあった方がいいかもしれませんけど、ちょっとだね、そうそうそう、ちょっと、うん、難しい、うん、あとはそうですね、なんか人の服のスタイルとかも結構違いますね、うん、サンクトとモスクワ天気が違うからだと思います。そう、天気が違いますから、うん、サンクトの天気はもっと寒くて、雪とか雨がよく降ってますから、うん、みんなはなんか黒い服が好きですね、黒い服を着る、うん、黒いかグレーのカーラー、うん、つまらないカーラーは好きですね、うん、リオは分かりますが汚いですからね、外は汚くなります、雨が降るとですから、ちょっととてもなんだろう、明るい色を
切るとちょっとすごい汚れる。やっぱりそうですね、はい、私もなんかここでなんかサントで勉強した時は、うん、その冬の時はとても長くて暖かいコートで色やっぱり茶色いとか茶色とか黒いそう汚くならないために、ね、みんな同じみたいですね。スタイルがあまりないですね。まあね、まあ、同時になんかサンクトピテルブルグの人はもっと自由になんかスタイルを選ぶ人も多いです。で例えば髪がなんか青とか緑とか、うん、でなんかとてもおかしい服着たり人もなんか聞こえますけど、周りの人にはあまり関係ないです。じゃあ、サンクペテルブルグ人とモスクワ人が使う言葉もなんか違う言葉があります。これとても面白いです。まあ、例えばあのマンションへの入り口はモスクワならパディヒエストと言います、うん、でサンクペテルブルグはパラーデネです。パラーデネですね。それはその言葉も面白いです。ただペテルブルグには歴史的な古い建物がたくさんあって、その建物にはこれパラーデネはなんかなんという祭りのための入り口という意味なんですけど、普通の入り口もありました。だからこういうなんか秘密な小さな入り口はそれなんかパラーデネではないから、でなんか現代的なマンションには入り口は一つだけあります。でサンクペテルブルグの古い建物にはとても綺麗な階段があってとか、なんか中にはなんかなんというなんか彫刻でもなんかある建物も結構ありますけど、センターには、うん、だからこれパラーデネです。なんかパレード の言葉に関係がある言葉ですからパレードで、あとはまあなんか食べ物の言葉が結構ありますね。なんか違う言葉は例えばまあモスクワにはどこでもケバブの種類が人気ですね。それはモスクワにはシャウルマと言いますけど、でペテルブルグはシャビエルマ。そう、シャビエルマわかんない。であとはあのチキン、ニワトリは、まあ、モスクワにはクーリツァですね、うん、でペテルブルグはクーラ。でも実は私はいつもクーリツァと言いますモスクワ人と同じ、うん、私の友達もクーラとあまり言わないですね。まあ、でも結構書いてあるのを結構見ますから、あのそばでなんかクーラとか、え、なんでクーラって、あ、私読んでないからその他にはあのそばの実の言葉も違います。でモスクワならグレチカと言います。でサンクペテルブルグはグレーチャですが、私もグレーチカと言います。まあ、それもそうですね。モスコ人みたいですね。あとはそう白いパンも、モスコならバトンと言いますけど、うん、まあ、サンクペテルブルグは結構ブーカと言いますね。ブーカ。あ、そのこと、そのことは私、うん、私をイライラにされます。いつもなんかモスコ人はいつもあのパンのことは同じ言葉を言ってますね。パンはパンです、うん、黒いパンがあって、そして白いパンもありますね。そう、クレープ、チョルネイクレープ、ビルイクレープ、はい、あー、でもサンクトにはあの白いパンは白いパンの名前ブーカ、ブーカ、そして黒いパンはクレープと言います、うん、違いますねなんか白いパンはクレープじゃない、なんかパンじゃないみたいな感じ、それちょっとこの言葉についてあのモスクワ人とサンクト人はいつもあのなんか喧嘩みたいにしてますね。よくある。面白いです、ね。うん、はい、まあ、じゃあ、この題はサンクペテルブルグにはいいところは、ここは、川が広くて運河もたくさんありますね。なんかちょっとイタリアのヴェニスのようなイメージです。はい、でだからサンクペテルブルグは特に夏の時は、船でなんかいろんな旅行とかできるのはこれすごく気持ちがいいです、うん、私も好きですね、はい、そうそうそう。あとは夜はあの白夜の時とか、うん、あれですね、橋をなんか開けることも、うんうん、見るのは結構なんか珍しいことですから、ぜひチャンスであればサンクペテルブルグにも来てください。来てくださいね、はい、はい、それで今日はおしまいです。よろしかったらチャンネル登録お願いします。ではまたね、バイバイ。パカパカ。